ブースの、イメージしているシャツになるんですけれども、ね、女性の方が着てるやつね、あれもね、はい、赤でね赤になっております。もうこれもうショコラになってる、ね、これが怖い、もう嫌や言うてますからね。これようできてますよね。これようできてる、はい、目の動きが見ましょうか。こればっかりちょっと見ましょうか。いやいやいやこれ時間ないんで、ね、ほんまの目じゃなくて、これなんでこれずっと見てこれ作ったやつです。当たり前やから、ほんまの目どうかしら。ほんまの目ちゃうん、これ。いや、岡部さんの目ですよ。マジで違うて。あの、可愛い女の子を見ると岡部の目はあんな感じになります。怖っ。おお、それはそれで怖いね。野獣の目やからすぐバレるやん、はい、うわ、もう行っていいですか。はい、どうぞ。行きましょう、行きましょう。すいません、うん、岡部さん、すいません。こうね、しっかり見ていきましょう。はい、はい、どっち行きましょうかね。それもノーマルで、ノーマルで、はい、ノーマルで、はい、見たい。あ、なるほどね。こうやって操作する。ちょっとあの細かいですけどね、画面が、はい、でも、はい、あの基本操作は前作のレベレーションズ1と大体同じになっておりますんで、はい、違和感なくプレイしていただけるんではないかと思います。はい、はい、さあ行きましょう。さちょっと僕も久しぶりなんで、なるほど、なかなかドキドキしますけど、こういうこっから、おお、これが今回の主人公なんですけど、はい、島で、牢屋の中に囚われてるんですけど、目覚めるところから始まります。あれ、開きましたね。うわ、もうそりゃ、開いたら出るよね、とりあえず。いや、うん、もう行ったらあかん、もう怖いね、これあー、やだ、怖い。これまだね、周りがちょっと賑やかやから我慢できるけど、これね、家で一人でやってたらもう、ね、これいいじゃないですか、深夜にやって。お、あ、普通、あ、なにあれ、え、誰か助け、助けを呼んでいる。呼んでますね、これね。ちょっと走っていく。あ、行きましょう、行きましょう。あ、お、あ、女の子がいますね。女の子いる、はい、出れないみたいです、助けましょう、うん、どうやって助けるんですかね。あ、自分のことより他人の心配、うん、なんかこれ見られてる感じする。なんなんこれ、どういうこと。あれ、開きました、ね、あれ、これが、あの腕輪がなんかあんのか。なんかあっさり開きましたね、うん、でもまたこのカメラ視点ですよ。この視点、この視点怖い。見られてるよ、見られてるよ、見られている感じが、ね、あ、やばいやばい、誰かに操られてます。おー、勝手に開いていきますね。もうどんどんなんかそのカメラの人になんか操られて進んでる感じがすると思いますけど、誘導させられてるような、はい。うわー、怖いな、これ、なんやこれ。これ、行って大丈夫ですかね。やばっ、くわっ、びっくりした、ね、あら、光が。おー、なんか、周りを見ると、なんか、人型をしたなんか、ミノムシのような何かが、あ、なんか、釣られてますね。はい、うん、怖っ、これ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 や、これ、おやらしいわ、もうこれこういう瞬間、上向いてる時に来んねん、この瞬間。今、カメラ抜いてなかったと思うんですけど、僕らニヤニヤしましたからねやっぱそうなんだちょっとカメラもう抜いといてください、もう怖いから。こんな、そう、またどえらい高いところを。いや、このね、はい、怖いんですよ、ね、このカメラワークもまたね。そうなんですよ、いいですよ。ギリギリのとこ歩いてますからね、うん、うわ、怖いわ、ずっとこれ。そう、ゲームの良さはやっぱりこう、映画とかね、なかなか、はい、ね、撮れないようなカメラはついてきてる。気つけて、気つけてよ、ついてきてる。よし、ね、ちゃんとたまについてるかどうか見ながら、いいのか。なるほど、あー、来てる来てる。まあ、2人でいるんでね、1人よりかはもしかしたら怖くないかもしれないですけれども。あ、そう、大丈夫、真ん中でズルってならへんもう違っと、うわ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 、動揺しようよ、なんで開けんのよ。わぁ、わぁ、わぁ、岡部さん怖い。ここもなんか開けるとき開ける言うて岡部さん怖いですよ、これ。ちょっとメガネ外そうかな。もう、わ、何、何ですか。先行きたいですよね。ねえ、ここは気になりますね。はい、先はもっとヤバそうなんですけどね。いや、怖いですよ。ちょっと他も調べてみます。なるほど、お願いしますよ。ゆっくりゆっくり行ってください。この息も止まりですね。
あらららら、はい、ここは行けない、こっちは行けない、特に何もないですね。びっくりした、はい、誰か立ってる誰か立ってる思った今仲間仲間仲間のはずがね、振り返った時におると怖いですよね。怖い怖いあら中あります。お、ナイフ、なんでこんなとこナイフあるのか、それも怖いんですけどね。全体を通して何か、こっちも使えるとかちゃうで、それ大丈夫か。あかん、あ、危ない危ない、何してんねん、危ない気をつけて、もえら気をつけたらダメですからね。はい、これちょっと攻撃もできるようになりました。あ、これちょっと安心で、うん、そうですよね、これでね、今まで全くの丸腰でしたからね。そうですよ、怖かった。入る前にこうね、うわ、違う、取り合っとくみたいな、そういうのは安心ですよ。まあこうやってアイテムを取れましたんで。なるほど、あ、ここちょっと先行けそうなんです。はい、あ、こうやってもうナイフを使ってこう先進むという、うん、危ない、だんだんこう進んでいけるところが増えてきたりとかね。あ、でもここもまた怪しい感じ。うわ、もう色がもうこんなん写真現像するとこやんうわ、何、でもあの、カメラが、カメラあるで、これ、はい、岡部さんの声がほとんど入ってなかったらしいです。ありがとうございます。はいはい、聞こえてますかね、これで。これで今、岡部さんの軽快なトークが皆さんに届けられる届いてなかった。岡部さんが12回ボケたん、いや、もう全然全然2回しか届いてない。うわ、もったいない爆笑の渦だったんですけどね。ちょっとこの先行ってみましょうかね、はい、行ってください。はい、このドアの間とか怖いわ。そうですよね、やっぱりそういったところでも緊張感を保ってほしいので、こちらとしては通れば先読み通る。ほら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 、あ、よかった、普通に避けてくれてたんですね。はい、ちょっと2人で協力したりしてね、こういったところも先に進めるように。はいはいはい、おお、まだこの先に棚ありますんで、ちょっと邪魔なくそれも押していきます。はいはい、うん、うわ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 、棚めっちゃ押してる。わー、来た来た、うわー、びっくりした。岡部さん、岡部むっちゃニヤニヤしましたよ今ちょっとわははやない、もう最悪や最悪や、最悪や、もうこの人めっさ怖い。もうここはね、開発陣もしっかり作り込んでるとこなんで、神様みたいな笑顔してはんねほっほっほっほお弁当に大好きな唐揚げあった時の顔やもう大満足ですからね今ね、大満足の顔や。さあ、岡部はルンルン気分ですけど、クレアはそれどころじゃないんで。そうですよ、悲鳴が聞こえてたんで、こう助けに行かないといけないんですね今。そうね、聞こえたんですね。もう行かれへん、これ。あ、こっちから行けるか。怖、移動してこっちから行けて。あれ、なんか走ってなかった今。なんかいましたね。大丈夫ですか。ちょっと急いで助けに行かないと、うん、え、どういうこと、逃げてんの。あ、薬草があった。ちょっとアイテム拾えたんで、ダメージを少し回復させておきますね。お、はい、大丈夫、変なガスじゃないの。ちょっと元気になりましたね。はい、今ので回復できましたね、うんうん。パートナーのモイラなんですけども、はい、こういう形で後ろからライト当ててくれるんで、こういった暗がりでも。あ、なるほどね。あ、そうか、はい、さっきね。そうなんですよ、ライトを持ってるんで、彼女が見てる方向に向かってライト当ててくれるんですね。へー、モイラはあんまり戦闘はできないんですけれども、こうやってしっかりクレアのフォローしてくれますんで、はい、なるほど、はい、非常に重要なキャラクターとなってます。なんや、なんか怖っ。またこの辺にも血痕があるんですけれども、先に進みたいと思います。いや、なんで血垂れてきてる方に行くの、怖いわうわわ、気ぃつけや気ぃつけや、はい、なんもないやんいやね、見といてくださいよ、ここから大切ですよ。あら、あら、来ましたよ、この人ちゃう、首ないやん、首ないやん、あかあかあか、え、どうなってるの、スカスカやん、なにこれさあ、この部分の解説をお願いいたします。はい、これはですね、見なかったことにしていただきたいと思います。何、今ね、ちょっとしたミスが、はい、今のはミスなんですね。ミスですね。そうですね、これはもうゲームショーならではの、ゲームショーならでは、はい、この、なんていうんですかね、レアケースというんですかね、多分ほとんどの人は見なかったことになると思うんですけど、多分ね、アーカイブの時にはこれ消されてると思います、はい、この部分は、はい、なるほど。
そこがあえて注目ポイント50円玉のちょっとびっくりしました。穴開いてなかったみたいなことですね。ほんまちゃんと顔あるんですけども。なるほど、はい、いやいいですね。なんかあの制作側が全然ニヤリもしてなかったんで一番今我々の方がドキドキしました、はい、一番怖いと思います。手汗が手汗が一番怖いやつですね、はい、だろこちらがホラーだと、はい、こっちはホラーだと、はい、ただの透明人間でしたからね。いやなかなか見せれるもんじゃないですからね、これは。そうですね。でちょっと今ここの扉を進みたかったんですけれども、はい、鍵がかかってるのでちょっと鍵を探しに行きます。はい、行きましょう。いや面白い、いろんなものが見れるわこのカプコン TV は。ほんまに、まあ、だいぶ今我々動揺してましたからね、はい、若干岡部も操作はおかしかったですからね今。そうですね、ちょっとぐらついてました。ここなんか警官が、警官らしき人がなんかぶら下がってますけれども、はい、あ鍵ありますね。うわ怖っ。ああ落ちたやん。あまた扉が、行けってことやな、行けってことやな、はい、この下に向かって鍵を探しに行きます。はい、これだから、ね、怖いとこに行かなあかんだよね、うん、なんでなんですかね。そういうことになってる、導かれてる、なんか誰かに そこを乗り越えていかんと柱の方がええじゃん。進まれへん。そこらも顔気ぃつけてくださいよ、うん、顔がもうおばあちゃんみたいな顔になってるから気持ち悪くなってきてる。そう、本来ないほうれい線がめっちゃ出てるで。そんな顔せえへんでしょ、グラビアアイドル。気ぃつけてくださいよ、プレイ、岡部さん、気ぃつけてくる。怖い、怖い。この通路。うん。あ、何か向こう側にアイテムが見えますね。うん、はい、この扉の向こうには弾薬とパワーブラ式ものがあるんですけど、でも今はちょっと入れない、ね、ないで、いけないですね。じゃあこちらの扉開けてみます。鍵いる鍵。何の部屋やこれ。手術台みたいなところがね。あうわうわうわ、何これ、ありえへん。合わせてショコラの顔も皆さん楽しんでいただきたいと思います。ちゃんとついてきてますね。さあこの後ショコラさんの顔がどうなるか皆さん期待しますから ね、合わせてショコラの顔もご覧くださいませ。えらいこと、うわ怖。ここが先ほどの警備員が落ちたところです。はいはいはい、ありましたね。下に降りてみます、はい、うん、お怖いな、うん、ここにも何か怪しげなものが。何ですかこれ。びっくりした。これが先ほどの警備員なんです、ね、少し調べてみたいと思います、ね、鍵うわうわうわ。ここで鍵が見つかれば脱出できるんですけれども、鍵どこ。あった。鍵じゃなくて違うものが手に入っちゃいました。なるほどね。はい、どうやら鍵はないようなのでさらに探さないといけないですね。鍵どこ行ったんや。落ちた表紙か。その下ちゃ、排水溝の中ちゃ。はい、ここからなんですけども、キャラクターを切り替えて、ええ、彼女が持ってるライトをこうやって照らすことによって光れ、いろいろ探せるようになるんですよね。ここはコンビネーションでね、はい、で警備員が落ちたのがここなので、ちょっとこの辺を探りたいと思うんですけれども、下にはないようなので、このもしかしたら上にあるのかもしれないですね。あ、ここにありますね。あ、あったあったあった。そこ？ありましたね、うん、引っかかってるやん。はい、でも落ちたとこなんですよね、はいはい、そうなんですね。でモイラだとここ届かないので、はい、またクレアの方に切り替えて。肩車いや、肩車は届かないと思いますよジャンプちょっとね、手でこうピューンって跳ね上げるやつちゃうか。あれか。すいません、ここは銃で撃たせていただきます、はい、すいません、ごめんなさい。そうか、一番多分手っ取り早いかなと思います。なるほどね、はい、で銃で狙ってうまい。あい、危ない。そこ横溝あんのにも。そうです、下で片方待っとかな。これも恐怖ちゃう。怖いわ。はい、では鍵これでやっと取れました。ありがとうございます。あ、でもまた何か扉が開く音がしましたね、こちらの方なんですけど、行ってみましょうか。そこ、なんか青いライトの時開けますんで。そうやね、はい、なるほど。ここ入りますよと。ドーマの腕輪に。うわ、気ぃつけてくださいよ。反応してちゃうん。あら、ほら出てきましたね。クリスター。
銃で応戦したいと思います。やばいやばいやばい、早い早い早い、ちょっと、やって、おお、お、弾があと一発しかないですよ。やばいです。大丈夫大丈夫、音聞こえますけど。弾はここにあるんですよ。弾あるんです。補給しときますね。うわぁ、びっくりした。さらに敵が危ない。こういう時はもうひたすら逃げる方がいいかもしれないので。逃げましょう逃げましょう。何淡々と言うてるんですか。早く。あいた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 。あかん。噛まれてる。痛い痛い。噛まれたあかんのちゃん。どこ撃てる岡部さん、どこ撃てるんすか。あ、痛い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 。やられちまう。岡部さん。危ない。まだ逃げれる。だいぶ危ない。だいぶ危ない。くれやくれや、助けたれくれや。岡部さん。足痛い足痛い。逃げれるから逃げよう。逃げよう。頑張れ。2個ずつ2個ずつ上がってる。2個ずつ。あ、逃げれた。急いで急いで。大丈夫。なんとか行けましたね。逃げましょう逃げましょう。危ない危ない、もういや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 、あかんやろ。うわぁ、まだいますね。おお、ナイス。頭頭、ヘッドショット決まりました。もうでももうかなりヤバい状況ですね。相手がヤバいよ、これ周り真っ赤っかやで。どこ空いてるとこ空いてますね。アロンアロン、くさ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 、ハンデハンデ、はい、ここでハムハムくさ、よーしよーしよーし、回復しましたけど、またさらに敵が、どっちか分からへん、動きが早い、なんか途端に何よ、音音、音楽も緊迫感ある感じですよね。はい、シチュエーションによって音楽も変わってきますんでね。なんか持ってる、なんか持ってる、なんか持ってる、飛んできた、嘘、飛んできたで今、あいつ振りかぶりよったね。何してくれてんねん、見てください見てください、はい、ナイス。さあ、あともう少しで先ほどの階段のところまで逃げれますけれども、ドックンドックンドックン言ってる、なにこれ、危ない、なに、おいらもしっかりついてきているので逃げます、逃げてください。いや、何何どうした、え、何今の、何今、モイラがおるかどうかちょっと確認をしたんですね。はい、あー、この扉、この扉です。はい、これで扉が鍵ある、開きます。うん、どこ、お、何かいますね。ショットガン落ちてますんでゲットしましょう。ショットガン、これさっきまでのハンドガンよりかかなり有利になりますよ。の広田、はい、ちょっと撃ってみますか。おお、おいいね、これはグレートな、はい、撃ってみましょうか。おお、あ、はい、はい、その先にある箱も撃ってみましょうか。撃ってみましょうね、はい、これかなり強力なので。いや、かなり強力ですね、はい、ちょっと試し撃ちを。うわ、これは強い。なんかあった、あ、のあった、お弁当、いいですね、今のこのショットガンの代役ですね。よっしゃ、はい、お、バックアップしてくれると。はい、ここでモイラがなんですけれども、はい、この先進めないのでバールを探したいと思います。バールがいるんですね。バールがいる、バール、バール、はい、ライトを照らすことによってこうアイテムとかがこうピカって光ってくれるんですね。 あれじゃん、あれじゃん、あそこだ、あった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 、この辺にもちょっとあるんで、めっちゃ光ってる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 やんって感じで、うん、ありましたね、アイテムが見つかるので、あ、それを拾っていきたい。あ、バールあります。バールやったね。で、他にもいろいろと拾えるので、こういった形で探していただけると、より戦闘が有利になったりしますね。あ、飛ばず、こういうのもあると、はい、弾薬拾えたりもしますんで、はい、積極的にこうやって、アイテムを拾っていって状態を有利にしていくと、はいはい、いう形になります。では、ここの扉を開けたいと思います。はい、よいしょ、いや、じゃあ、よいしょ、オッケー、はい、もう、お、いや、なか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 ここまでしっかり見られへんよね。そうですね、ちょっと暗いんでモイラに照らしてもらいながら進みたいと思います。もう何も出ないんですかね。もう大丈夫ですかね。うん、なんか光った、アイテム拾ってみますかね。お、なんか光ってる、はい、キラーン。まだシャッターがあるんでこの先進んでみたいと思います。
よいしょ。我々ニヤニヤしてるかもしれないですよ。あれなんか、明るい光が抜け出せそう。ちょっと明るくなってますね。ちょっとじゃあここ進んでみましょうか。いけ行きましょう。というところで残念ながらお時間となります。はい、この先はまた今後のお楽しみということで。